まっすぐ行ったら右に曲がってください。そのままはい、もう着きますよ。ずっとまっすぐです。もう突き当たりを右行けばあのワゴン R が止まってるんで、あの傾いてる左に。ああすぐ、そうですね、もう着きますよ。あ、もう来ますね。ここ右です。右行くとワゴン R が傾いてるんですよ。ワゴン R が、 R さんが、あ、それです、それです、そうです、そうです。はい、ジュリさん、昨日さんざんわがまま言ったのに、今日も行くとか任せきばら、電話しても繋がらず。ありがとう、お願いします。いただきます。向こう側の道路行ってた。ここからどれくらいかかるの？1時間ぐらいじゃないですか。そうなんだ。お願いします。はい、お願いします。まあ好きだね。ずっと流してる。そう。てこの曲しか流れてない。そう。大好きだ。大好き。うん、そのカラオケで歌ってた。そう。全然乗れるね。あと一人。結構重たいね、でも。重い。重たい。一人二人分いる。すげえ重たい。右側重たい。右側が。パルこっちだったな。傾いてる。傾いてるよこれ。さっきあの坂で傾いてる。こうなってる今。パルで傾いてる。てかパルじゃなくて政治。逆だろこれ。政治とパルがこっちだから。うん、こっちなんでこっち乗ったのパル。パルと俺が入れ替わった方がいい。そうそうだね。ちょっと入れ替わってこれちょっと。体重がカレンちゃんと俺だとちょっと。これでバランス取れんじゃん。そうだね。いけるね。うん、あこれで。ちょっとこんぐらいになったもん。成人何キロ？100キロ超えてる。115キロ。115キロで、うん、パルが126か。もうこれはもういいや。ごめんなさい。取れなそうに。申し訳ないよ、急遽乗せてもらって。うん、大丈夫だよ。パルパルさせてくれたから、ええの。電車で行こうかな。急遽準備した。よいしょ。ご飯食べたの？みんな。食べてない。お腹すいたね。うん、結構ギリで着きそう。食べる時間ないな。センチ身長何センチだ？174。あ、じゃあ一緒ぐらいだ。体重がちょっと俺が重い。そうだね。チョコ乗っちゃってるのかな。あ、乗っちゃっていいんだ。正直6人分乗ってるからね。6人で2人が3人分ぐらい。はい、はい、開ける？開けていいですか？どう？それどう？いいよ。はい、有料は沖縄からちゃんと戻ってきてんの？沖縄はね、欠席っす。え、今日欠席？はい、これ名指しでスパーリングって言われて欠席かよ。そうなんですよ、いい可能性あるやつ。来ないか、前と一緒じゃん。昨日沖縄にいたんで、今帰れないんですよ。だよね、だから沖縄から戻ってこれんのかなってずっと言ってた。いや、でも戻ってきても、帰れもないから。じゃあなんで俺名指しで指名されたの？まあ、欠席しちゃったから。ツイッター名前をゼロアスパーリングにしといたの。ああ、そうなんですね。ひどいな。帰ってこないな。
重たい、あのアクセルが、うん、さっきやばかった今、坂道が俺が免許あればね、そうだね。カレンちゃん持ってる免許？持ってないね。持ってないの？持ったことないの？ない。やっとくわ。俺はもともと持ってて、うん、ポイントがなくなったから。ポイント制じゃねえか。ポイントじゃねえから。ポイントじゃない、点数だから。点数遅れたいぞ。ありがとうございます。10ポイントなくなったら、ね、スピード違反とか信号したらなんか気づいたらなかった、ね、なのに運転したらニュースになる。あ、捕まったの？そうそう、無免許運転で初めてですか。あらら、配信してやりすぎの配信。あらら、現行犯だからってみんな言ってたんだよね。それが事件だった。チャージしたらいいじゃんって。チャージ、そう、ね、チャージできたけどね、話ね。そういうのがいるんだけど。ね、そうじゃなくて、みんなゴールデン免許なんだからね。チャージできるなら、したいわ、チャージ。年月経ったら、ポイントって戻ってくるの？いや、わかんない。もう一回免許取らなかった。多分。1年経ったらリセットとかあるのかな？ステージはなんかないの？信号無視とかして。俺はね、ゴールドだね。ゴールドなんだ。うん、なんかいつもなんか事件ですってやつ、めっちゃスピード出してるから、うん、なんかありそうだけど、スピード違反。ないないない。うわー、大花見大生、夜遊びさん、ありがとうございます。ありがとう。サネパルの高速台、ナイス、ありがとうございます。免許取っても旅配信とかリスナーさん召喚するし、あ、逆に動きづらいんだよね。まあ、車とかいいですよね。まあ、駐車したりとかさ、はい、すぐ離脱できない。あ、リスナーさんだったら、はい、ありがとうバイバイって言って、ほんでまた募集してとか、はい、リレーホースとか。確かに北海道から函館行って、まあ、札幌とか。だから乗り捨てできる。乗り捨て、乗り捨て。まあ、旅するならね、リスナーさんの方がいいです。旅するなら、リスナーさん募集してやったらめっちゃ。あ、ですよね。確かに。早いもん勝ちやる。2、3台来る。ああ。その時は、あ、ごめんね、早いもん勝ちだから。あ、そうなんですね。政治と新やつが絡んでるのがあんま見たことないですよ。でも前のブーちゃんがガチで絡んでた。あ、そうだね。セクハラバス、うん、あ、そうか、さすが。ハムというよりなんか俺がこうちょっとやめろって感じ、うん、すべき性なんかやめろっていう感じの絡み。そうだね。だから政治はやっちょくのことどう思ってるのかな。政治やっちょくのこと、はい、いや結構タッキーに渡るサイト使ってうまいことやってるなと思って。あ、うまいこと、うん、同時配信してる、うん、あれすごいよね。ツイキャスでもやらないよね、政治。うん、あんまやらない。クワッチオンリー。そうそうそう。もともとどっかやってたの、フワッチの前の。まあ、ツイキャス昔にやってたけど。ツイキャス主だったんだ。そうそうそう。ニコ生は全然かじってない。うん、かじってない。そうなんだ。やっと配信できないもんね。これでも、これはもう9年ぐらいだろ。あ、じゃあ同じぐらいかな。あ、配信できる。そう。え、そうなんだ。うん。そんな長い。趣味でやってたから、最初。なんか最近やりだして。そう、本業になったのは、まあ、ここ最近3ヶ月ぐらい。そうなの。ずっと仕事してたから。あ、仕事やりながら趣味感覚でやってた。だってヒカルの男とか手伝ったりしてたもん。手伝ったって俺が紹介したんだよ。あ、逆に。そう、そうなんだ。そう、紹介したんだ。どっかの働くとこないから、政治君のとこで。政治案件。そうそう、直卓さんじゃない。違う意外に面倒もいいからね、政治。なんか壊してやってるでしょ。そうそう、解体業。それはもともとやってた。もともとあのリサさんの紹介っていうか、リサさんが引っ張ってくれたね。うちでやるよって。今じゃそれやらずに食べれるようになった。もうやってない。今やってないね。配信一本だ。そう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 。だって950万ですからね。3ヶ月すごい。そうやね。スパって雑誌出たし。そう、出た出た。独占インタビュー。そう。何答えたんですか。いや、いろいろ。その配信者でこうやると稼げるみたいな。今までどんな配信やってきたとか。ああ、配信スタイル。これからどういう配信していきたいとか。やりたいの。あるよ、あるよ。あ、ありますあります。あ、でも後ろに。じゃあ、写真も。あ、こっちか。これなくなった。どうやろうかな。
あれ、やっちゃってスパーク出るの？スパーク出ない。出ない、うん、なんか今日はやればいいの。ゼロワンに呼ばれたから行った。ゼロワン来るの今日？いない。沖縄に行ってたのは、もし帰ってきたとしても疲れてると思うから来ない人。あ、来ないか。疲れた状態やりたい。俺チンバイにも出るからパワーがあるけどスピードないんだよ。あとスタミナない。あ、ワンチャン系じゃない。普段運動してるから。格闘技の技術が運動神経で。前でもこれはあの時に1ヶ月だけやったの。あ、これはカズンさんとか原田さんも一応路上で教えてもらって。へー。環境的にやっぱボクシングジムでやった方がいいから、カズンさんとデオさんのところにちょっと変わっちゃった。最初は原田さんに俺ワンマンで教えてもらってた。結構センスがあるってことでワンマンって。いや、なんかね、原田さんが逆にこれはに関わりたいって言うらしい。へー。やっぱこれこれやるだけでやっぱ5万人ぐらい来るじゃん。かかだからまあそれの俺のつてからやりたいって言ったからそこを作るみたいな感じで話して無料で教えてもらってしたら、なくなっちゃう。でもやっぱりジムでやる方がいいから。あとちょっと原田さんってボクシングのトリッキーな感じだから、はい、総合格闘技とちょっと違うんだよ。そうなんキックなしやし、はいはい、皆さん、お付き合いください。スパークは総合なの。政治が総合で、まあ、いろんな意識を届けて、パルパルも出る。僕は日高さんと授業のあ、やるんだ。強かったからね。前やったら俺負けたからね、政治を。まあ、力のパワーなんで、まあ、体重乗せたら殴り合いとかじゃないんですけど、ディフェンス強そうなんですね。目が張りだと忠実は無理やけど、そういう打撃系だったら勝てそう。はい、そういうルールの目だと、ね、ポイント制だったね。引くと、まあ、政治的にはもう今日泳ぎ会じゃないですか。そう、ね、そう前も結構泳ぎ会泳ぎ会正直、原田芳樹さんと重大発表に呼ばれるみたいな。そう、それ俺ら付き合う。そう、謎の重大発表。スパーク関係する。